次は誰？お、カーラとズラトコさんのルーサーアリス。あれ、服新調されとる。どうやって手に入れたの？つけようか。アリスは？アリスの会話できない。ルーサーは？天気は、話のきっかけは、話のなんていうの、つかみとして最高だよ。前合理的だな。アリスと話はできない。てか、アリスの後ろにいろよ。車はどうしたの？ズラトコの車の、あ、ズラトコさんの車。アリスが凍えながら歩かせば、おぉ。ガレージで一度見かけた。乗ってるとこは一度も見たことない。じゃガソリンねえんじゃないの？以上検知しました。緊急ブレーキ作動。ああ。テレビつけたから？もう車検、行ってる？パンクした？こりゃまずいな。エンスト？お、すげえ。車で待っててね。エンジンを調べる。開けようか。わかんの？俺はわからん。歩いて行くしかない。マイナス1度よ。アリスには無理。ルーサ、車を押せ。止まれる場所探そう。また止まれる場所か。この辺りに止まれる場所なんてないだろ。地図は？アンドロイドだから Google マップを頭の中にイメージしろ。それはできないんか。ナビゲーションはできないわけ？アンドロイドは。ああ、立ち止まっとんか、俺が。なんかイベントかと思っちゃった。どうしよう。まあ、とりあえずアリスに現状報告だな。報告はできないと。なんかないんか。泊まれる場所を探す。ざっくり。まあ、ちょっと歩いてみるか。初めての雪を堪能しながら。なんだあれ、看板は。街灯もあるな。パイレーツコースター？遊園地があるんか？あそこ。わはははは。色は違えど、親子に見えるな。雪が止むまでは、ここに住もうか。三人で。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。雪を払う。前に閉鎖したみたいだな。地図か。おー、ジェットコースターとか。なるほどね。結構狭いんだな。狭いね。なんか本当に、廃園だな。廃園遊園地。建物を見てみるか。お、なんだあれは。ここは？調べよう。何かあったか？崩れかけた建物、危険！止まれそうな場所はない。ここには住めないと。建物の中が、一番安全か。こういう景品台みたいなとこじゃなくて。アリスが風にさらされる。お前らが盾となれ。それはダメなんか。お、この中は。あ、なんかいる。
調べよう。動くなよ。うわあ動くなよ。壊した。お、なんだ。雪を払う。さっきも見たか。これずっと放置しておくとアリスは死んだって出るの。そんなことはないか。ここもダメだなぁ。ここうさぎ小屋みたいだな。なんだあれ。帰れんの？入れそうにねえなぁ。ここはボロボロだ。確かに。泊まれる場所なんてなさそうだな。そう、悲観的なこと言うなよ。どっかあるかもしれないだろう。むき出しやな。調べる。この中は？中は安全そう。安全そう。安全そう。入る。もうちょっと調べよう。遊園地を。メリーゴーランドもあるね。これ乗れるの？荒れ果てた店に入る。あれしかないんだ。探索はできないんだ。ルーさんを待ってるしな。まあ、しゃあないな。パイレーツ・オブ・カリビアンに入るか。わ？俺がやろう。わ、男の仕事。おわ。中にまたアンドロイドがいるんじゃないだろうか。よし、いいぞ。いやいやいや、もっと安全確認してこいよ。何がいいんだよ。扉は閉めないの？ここが一番マシそうね。確かに。ここで寝ましょう。火を起こせよ。カナダ。アンドロイドバンドミュージックアワード。はぁ。デジタルハーモニー。が売り出し中のアンドロイドボーイバンド。Here for You。Fear for U。セレブレート音楽賞で最優秀新人部門に輝いた。一方、人間のアーティストのみを扱うレベルは、人間のアーティストのみ。とんでもねえな。デジタルハーモニー辞退するように。とんでもない言われようだな。初音ミクが怒っとる。ルーサーのカバンを調べる。なんだあれ。開ける。なんか入っとんの。銃を調べる。あ。ルーサーなんでこんなもん持っとんの？クッキーを開ける。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。お腹壊すわ。ルーサーのカバンなんこれ。クッキーが残ってる。あれは？手に取る。お？何これ？広告か。手に取る。あ、これが、布団代わりになるわけね。これが枕か。すげえ埃かぶってそうだ。カバンを調べた。点々点って何？
ルーサーと話すか。ルーサーは何も喋らない。そんな離れたところに座らなくても。アリス家族。あれが若かりし頃のトッド。トッドは今頃何してるんだろうか。いつかこんな風になれる。なれるよ。燃えれば私たちもやり直せる。学校にも行けるし、私は仕事を見つける。たくさん友達もできる。他の人と希望を持とう。今はな、将来的によ。そろそろ寝ましょう。寝かしつける。またか。また一緒に寝ましょうか。元気づけよう。そう、その次の日もいいことがある。そう信じて目をつぶってくれ。私のメモリーには9000個も童話がインプットされているの。好きなのがあるはず。9000個も。ユニコーン。昔あるところにユニコーンがいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。できるの。昔あるところに女の子がいました。一人ぼっちでした。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいアリスに沿って話が作られていくんか。無理な願い。でもそれは無理な願いでした。ある日その子はロボットと出会いました。従順なロボットは命令に従ってロボットでした。けれど一度でいいから逆らいたかったのでしょう。そこで二人は一緒に逃げることにしました。幸せを求めて。より良い暮らしを得るため旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でも勇気を出した。とても勇敢な二人は危険から逃げ延びたのです。なんかつまんなそうに聞くな。その途中で二人は巨人に出会いました。巨人に出会いました。物語のおしまいは自分で決めてくれ。結末は私たちが決めるのよ。ハッピーエンドとはならん。明日は長い一日。未来をつかむのは俺たちの選択肢。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？もう。ああ、もちろん。できんの、ルーサー。巨人は。いや、家族みたいにでかいな。家族みたいなことすんだな。アリス、ぐっすり寝て。ルース、あ、アンロックされた。さあ、大人の会話をしましょうか。優しい子だ。それにとても勇敢。うん、雪まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。目立たないように朝早く出発しよう。
計画。国境を越えた後はどうするつもり？まだ考えてない。国籍は？自由なんて初めてだ。住民票を作ろう。自由。あ、住む場所か。いい響きだな。そっからか。でもそれがどういうことだかわからない。カーナ、アリスは特別な子だ。わかってるだろ。ええ。ええ、もちろん。神の子だ。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らない。素晴らしい子。あの子は特別だってわかる。そう、選ばれし。ものである。ゾンビみたいなアンドロイドが。当たり前だろ。銃はルーサーの仕事だ。問い詰めよう。あ、さっき。傷つけやしない。さっきは。俺たちは仲間だ。喋ってたやつか。俺たちはジェリー。ジェリー。肺炎した時に置いてかれてね。ああ、みんな同じ顔してる。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。もう寒いから扉閉めろ。ここで何してるんだ。泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子。子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。なんか嬉しそう。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ。きっと気に入る。なあ、どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス。子供しか見てない。行くしかなさそうだな。もう手までつないで。行くしかなさそうだ。まあ一応拳銃持ってっか。選択肢は。ちょっと、たまに俺の操作と相反する行動を取るな、カーラ。意志を持ってるんか？三人で行こう。手つないで。ルーサールーサー、さあどうぞ。メリーゴーランドを動かす。誰が？俺が？あ、動くんだ。さあ、これに乗ってごらん。乗る乗る。乗ったら動かしてあげるからね。タツノオトシゴ。落ちないように横につけよ、カーラ。おお。このメリーゴーランドって乗り物は、子供が楽しそうに見てるの、楽しそうにしてるのを見る遊園なんかもしれない。遊園具。子供の時これ言うのってさ、何が楽しくて乗ってたんだろうね。乗り物に乗るってことが楽しかったんかな。とね、ふと思った。人が楽しそうにしてるのを見る。遊園地。だったかもしれん。店。心休まるひととき、過ごした。これを見るのも楽しいね。ニュースを見る。アリスを見る。ルーサーと話す。海賊の入り江って言うんだ。海底アイオワを思想。
ええやん、別に。これ、ルーサー火を起こさん場合あんの？あ、ルーサーがいない場合に起こるの？カバンを開ける。アリスはお腹が空いていない。この選択肢何？火を消す。やっぱみんな、アリスを守るんだな。問いただす。銃で警告する。バン！追いやる。脅す。脅すことはねえよな。誰も脅さないんだ。ハンク。何？ノスタルジーになってんの？エデンクラブのひととき使いすぎたから浸ってんの？あ、これぐるっと迂回しなかまんけか。てかお前胸刺されとったけど大丈夫なん？大丈夫らしい。どうしたんですか、アンダーソン警部補。いい眺めだろ。前はよくここに来てたんだがな。え、誰と？前。前というと？ん？前はよくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃ。まあ、気にすんな。もうすぐ口を、すぐ喋ってくれそうだな。個人的なことを聞いてもいいですか、警部。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。俺だけや。キッチンのテーブルに子供の写真が。息子さんですか。余計なことしちまった。コールって名前だ。コール。でもこれは聞いといてもよかったかもしれない。分かってて聞くことが大事やもしれん。その糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。 RA9 よ。彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の宗教。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。間違いねえな。警部補、何か気になることでも？まさかエデンクラブでの出来事に関係が？あの二人は一緒にいたかっただけだ。なんか浸ってるな。本気で愛し合ってた。合理的。人間の感情を模倣できても機械に過ぎません。いや、機械のお前が言うな。一切感情がないんです。いや、お前の行動どうなんだ、言動伴ってないぞ。コナーよ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。俺は神だ。あなたが望むものになりますよ。パートナーでも飲み仲間でも。ただ任務を嬉しいね、これ。遂行するだけの機会でも。二人を撃てたってのにお前はそうしなかった。なぜ撃たなかったんだ、コナー。え？突然罪の意識がプログラムされたってのか。そうだ。いいえ、ただ撃たないと決断した。それだけです。え？死ぬのが怖くないのか、コナー。怖い。事件は未解決の。されれば遺憾だと言わざるを得
き金を引いたらどうなる？ん？無か？暗闇か？それとも天国か？盾つく。皮肉を言うか。アンドロイドの天国なんて疑わしい。存在への疑問を抱くとはな。変異仕掛けてんじゃねえのか？定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。震えとる。友情。どこに行くんですか？酒が足りない。少し考えてくる。飲みに行こうや。ブリッジ。これ殺されることもあんの？ロシアンルーレットで写真を見た。 RA9 怖がる。ハンクが納得する。